リーチ、エンゲージ、子孫繁栄。国立映画学園中等部隊は、カイドウ・タカシによる日本のライトノベルである。イラストは CHR が担当している。画文庫より、2010年2月から観光中である。第1回が、文庫大賞編集部特別少受小賞作。国立映画学園中等部に通う矢島平太は、地味で奥手な、平凡な中学2年生である。 ある日、学年ランキングの結果に納得できない、四季島美希の普段とは、別人のような素顔を知ったことから、エッチな恋のバトルに巻き込まれることになる。国の少子化対策の一環として設立された、国立映画学園という中高一環校を舞台に、している。中東部の生徒数は1学年200名以上の、マンモス校である。学園の理念は、若いうちからの異性交流の推奨であり、 不純異性交流も認められており、命中さえしなければ、ハメを外しても良いという校風である。学園独自のカリキュラムとして、恋愛があり、教師が異性とのコミュニケーションのやり方を教えている。毎月生徒たちの投票で人気の生徒が決まる、学年、ランキングというシステムがあり、男女上位3名には、学園長から、風変わりな特典が与えられる。リーチ、エンゲージ。 西子村繁栄。国立映画学園中等舞台2010年2月28日、初版発行は ISBN978 から4、から797358629、リーチ、エンゲージ。西村繁栄。国立映画学園中等舞台2010年6月30日、初版発行は ISBN978 から4、から797360233。 ありがとうございます。